チョコレートをかけたベーコン、串チョコレートベーコンは炒めたベーコンをミルクチョコレートかダークチョコレートでコーティングした北アメリカの料理であり、上に海塩をかけたり砕いたピスタチオやアーモンドのかけらを振ることもある。インターネット上では少なくとも2005年にはこの料理についての記録が見つかるが、今日に至るまでチョコレートベーコンの人気は高く、料理番組でも特集されることがある。 農産物品評会にも、この料理のバリエーションが出品されており、ベーコンにグルメ志向のレストランでも、この料理を出す店は存在する。またタイム誌では、この料理の調理風景を動画で配信している、チョコレートがナッシュ。カリフォルニアの遊園地、サンタクルーズビーチボード多くはよく知られているし、ミネソタ州の農産物品評会では、豚のおしゃぶりとして、ニューヨークでは、 チョコレートメーカーにより豚のキャンディとして発売されている。テレビ番組のディナーインポッシブルにもこの料理は登場したことがある。シェフのマイケル・サイモンがニュージャージー州ワイルドウッドのボードウォークでありふれた食事をグルメ向きの2009年のフロリダ州農産物品評会ではベーコンにチョコレートのディップソースを添えた料理が出品されている。溶かした チョコバーをベーコンの上に振りかけた一皿脂肪が筋を作っている。ベーコンを使用する。まず炒めてから溶かしたチョコレートに沈める。トッピングがあれば足すし、この料理は冷やしても良い。バリエーションをつけるのであれば、溶かしたチョコレートをベーコンに塗りつけるのも良いが、ある程度はベーコンの部分が見えるようにする。イギリス版のチョコレートベーコンは、チョコレートの塊を生のベーコンで巻き、 オーブンでそのまま調理する。出来上がりには熱いベーコンのロールの中心に甘いチョコレートが溶けている。ロードアイランド州カンバーランドのビッグボーイズカップケーキ。オーナーで店長のケビン・パトリック・マーティンは15通りのキャンディ・ベーコンを考案し、それにカップケーキを合わせることを提案している。国中のメディアやインターネット上でレシピが急速に広まったことにより、アメリカでは 甘い食材とベーコンの組み合わせが人気を集め、砂糖漬けのベーコンの塊のような思いがけない料理の発明につながっている。これはニューヨークタイムズに載ったベーコンの砂糖漬けホイップクリームの背をベースにした料理である。今ではブラウンシュガーで炒めたベーコン肉をマティーニのガーニッシュにするアイデアまで登場している。ありがとうございます。